私鉄沿線97文書は、1984年10月28日から1986年9月14日まで、テレビ朝日系列で毎週日曜20時から放送されていた刑事ドラマである。全員90話。第2回 ATP 賞ベスト20指定番組。東京都多摩地域西部、多摩川市を管轄として、田園プラザに新設された第97文書は、 庁舎の完成を待たず平化書を優先させたため、空調もないプレハブの仮庁舎となっていた。この97文章を舞台に、刑事たちが諸葛内で起きる様々な事件を捜査する。ハードな銃撃戦や爆破シーンが目立った全番組、西部警察から一転して、本作は、地域、日常色の強いドラマに主眼が置かれ、この後の、はぐれ刑事順調派に引き継がれる。 劇中における警察機構の設定もよりリアルになり、例としては、これまでの刑事ドラマの若い刑事は概ね、アパートに居住しているということが多かったが、本作の若い刑事は、独身寮に住んでいるという設定となり、拳銃の取り扱いについても、捜査中の刑事が常に拳銃を携帯しているわけではなく、使用許可を得てから使うという現実に沿ったものである。 扱う事件もいたずら電話や嫌がらせ、万引きといった程度の、実際に諸葛署単独で取り扱うレベルの、軽犯罪がほとんどを占めていたが、中には、軍事基地の護衛などといったスケールの大きい話も、あった。放映期間中のメンバーチェンジは、多数あったが、いわゆる、殉職はなく、理由はすべて転属や転職とされた。十七文書の犯罪検挙率は、 他の書より低く、その人情に偏った、捜査方針が問題視されているという設定も加えられた。タイトルロゴやコメディタッチなオープニング、サブタイトルなど、従来の刑事ドラマの雰囲気を払拭した試みがなされつつも、ハードなエピソードが用意されたりもした。諸葛名に、日本の警察制度上実在しない N 文書の名を冠した設定には、 エド・マクベインの警察小説87文書シリーズの影響が少なからずあると思われる。97には当時実在する警視庁管内の警察署が96署だったため、その次に新設された最新の所轄署との意味合いがある。53話に登場した管轄内唯一の駐在署が当初は多摩中央警察署の管轄内に設置されたと説明されていることから、 97文書は、ドラマ上の設定において、多摩中央署の管轄地域を分割したことになっている。また、本書には検視官は配置されているが、鑑識か鑑識係がなく、事件発生時の鑑識出動は隣接する、多摩中央警察署の鑑識会員が臨場していた。また、検視官室ではパソコンを使用していたが、番組スポンサーの関係で、 ホビーパソコンである MSX を使用していた。白バイなどのバイクもヤマハ発動機のものが使われている。また、所内セットにある電話機群も開始当初はエンドロールにクレジットされている明星電気車線を使用していたが、その後、スポンサーの一つであるチェスコム車製の転送電話機をビジネス本として流用していた。また、全番組も 西部警察の出演者である渡哲也と武藤昭夫も出演しており、他にも覆面パトカーなどの車両も引き続き使用された。他、制作会社が国際放映であるにもかかわらず、西部警察の制作者であった石原裕二郎の計らいにより、石原プロ、日活のスタッフがそのまま引き継ぐ形が取られた。このスタッフ編成は5番組。 動物通り梅ランドまで引き継がれた。ニクール目以降の次回予告は加賀が担当するようになり、当初は奈良刑事としてナレーションするのみに止まっていたが、次第に画面に登場して、解説と楽屋落ちに終始する内容にシフトしていった。最終回は97文書新庁舎へ向かう、警察車両の車列が、プレハブ庁舎を離れるシーンで幕を閉じており、 最後まで新庁舎での活動は描かれなかった。撮影は主に神奈川県横浜市緑区の玉プラザ、あざみの近辺で行われた。本作の撮影、本放送当時、新興住宅街だったため空き地が多く見られたが、現在は都市化が進み、当時の面影はあまり残っていない。撮影用の97文書プレハブ庁舎は、 東京急行電鉄電園都市線玉プラーザ駅、南口の駐車場に設置されていた。第1シーズンのオープニングでは、玉プラーザ駅前の東急百貨店近辺の風景が、第2シーズンのオープニングでは、住宅展示場の看板が映っている。第1シーズンのエンディング映像は、東急田園都市線、二子玉川園駅から西新地駅にかけての全面展望で、 すれ違い列車としては、1989年11月21日に、東急線から姿を消した、初代東急6000系電車、A 段半蔵門線8000系電車が映されている。広島ホームテレビでは、1986年6月15日放送分が、プロ野球、広島東洋カープ対阪神タイガース線中継の、ため後日の遅れネットとなった。 ありがとうございます。